今回ロサンゼルスってことでね、やっぱロサンゼルス、僕一番こうロサンゼルスに昔から来てたところなんでね、今回ロサンゼルスに決まったってことがまた嬉しいね。で、まあブライアンとかね、フーニーが車もここにあるんですけど、まあ、ここで作ったのが初めてなんで、今回ロサンゼルススペシャル作ろうと。とにかくそれぞれの個体がね、もう十何年前、20年前の車だから、それぞれね、違う車だからね、その車をすぐに見分けることのが秘訣だよね、どういう車なのか、どういう経歴の車、それによって、でここの国にはどうやって走るか、結構車庫さんでもみんな乗れる車庫なんで、車庫下げたのが良さそうなんですけど、判断して、それぞれ違った車を作る。